はい、皆さん休みの日は必死にポイント稼ぎをしている制作者です。10月22日にですね、えー、仕事が終わった後にですねあのお菓子の町岡っていうところでですねあのドラゴンボール関係の、えー、お菓子がありましたこれを買いました。 その名もドラゴンボールマン Z チョコです。何十年前ビックリマンチョコというものがありましたが懐かしい感じがします。自分イオンモール大高店に勤めていますがシャワリが適用されなかった。残念 1>, 1個105円と高いので3つだけ購入しました。ビックリマンが発売された時は驚くでしょう。30円しかも消費税がないでは開封してみましょう。 まず、チョコウエハースが出ましたね。シールがいきなりベジータ。これは浅い先、スーパーゼウスのようにキラキラしています。そして、チョコウエハースですが、ピーナッツが入ってないやんけ。うーん、ナッツなしで税込み108円とは高い。自分はこう呼ぼう題して、 アデランスなお菓子たち。このアデランスなお菓子たちというのは外見上は変化はないが中身は少ないということ。CBC ラジオ、つぼいのりおの聞けば帰国ほのの小高アナはポテトチップスを購入したときこういった空気が入ってるんじゃないのそれくらい少ないということです。残りの二つはシェンロンとクーラーでした。 裏側にナンバリングしてありますね。本家ビックリマンは天使、悪魔、お守りがあった。全部で24種類ありますが重複はしますよね。全部揃えるのは難しいと思います。最後にドラゴンボールマン Z チョコの蝶をちょこっと隠すと、ドラゴンボールマン